はい、今回はですね、スーパービップカー極み、もうこれももう販売はされてませんが、アンクエルションの Y33C マですね。まあ見ていきましょう。よいしょ。33C マ再生産されないのかな。今のところまだ作ったことはありませんね。初めての Y33C マです。セドグロのね、普通の方は作り、普通の方って言うとあれですけど、まあ、作りましたが、足回りの再現とかもね、結構しっかりされてるっちゃされてるかなっていう感じです。 Y32 と Y33 共通のようですね。まあそんなに変わんないのかな。で、シャーシはミッションとかフロントパイプというか、まあ触媒、おお、触媒までですね、一体成形でなってます。で、アンクエルションのエアロパーツですね。アンクエルションもうなくなっちゃってるんですよね。バンパーは、バンパー、ハーフスポイラーだから、そんなに気にしなくてもいいかな。よいしょ。で、まあ前、フロントミラーとか。あ、そっか、V6、V 型エンジンのあれにするためにこういう風になってるんですね。ちゃんとこの辺で。じゃあ V 型エンジン違うわ。あれ、Y32 とか Y33 の下回りです。どういう風だったかな。今パッと思い出せないですが。こういう感じで内装も分割されてます。フロントパイプがどういう風になってたかな。シートはまあ裏打ちのね、部品もついてます。インパネはまあマルチのインパネですね。33シーマとセドグロのまたパーツ違うんですね。よいしょ。そしてホイールはフレンツェの LXZ ですね、になってます。ちょっと反り気味のホイールです。ちょっと反り気味。よいしょ。よいしょ。で、メッキパーツ。後期グリルになるとか書いてあった。ああ、これか。また別にあるんだ。ヘッドライトインナーと、ちょっとメッキが薄くなっちゃってますね。これ塗り直した方がいいな。で、マフラーはね、こういう感じですね。で、後期グリルになってると。いう感じですね。これマフラーも塗り直しですね。これは。そして極み足ですね。これ見えます？フルタップの車高調になってるんですよ、形状は。この辺がなんか青島だなって気がしますね。こんな感じになってます。で、キャンバーは前後ともつくようになってますね。よし。そして、クリアパーツとデカールですが、デカールはアバンギャルドの G50 プレジと共通になってますね。アバンギャルドの G50 プレジも作ったことないんだよな。そして極みタイヤですね、とポリキャップ。そしてまあ使いませんけども、今回はねあのデザインナイフのカリカリでやりますんで使いませんけども、紙やすりも入ってます。これは非売品っていう風になってますね。というわけで、VIP 極みシリーズのアンクエルション Y33C 組んでいきたいと思います。はい、部品の切り出しが終わりました。グリルとね、マフラーとかはまあ塗装し直しますので、こういう風にね、マスキングして、グリルはね、塗装し直すというか、まあ縁の部分だけマスキングして、中の部分を塗るみたいな感じにします。で、ヘッドライトも、もう結局、もうちょっと浅いので、ちょっと塗り直そうと思います。で、足回りなんですけど、とりあえず、リアはここまで組んでしまいました。ここまで組んでしまって、から塗装していきます。で、シートはね、こういう風に持ち手になるようにして、っていう感じです。ちょっとここの、
合わせの位置がちょっと微妙なので、この辺をねこうよく見ながらやってあげるといいと思います。まあ本当はねこういうところもパテ盛りした方がよりこう綺麗に見えるかもしれないですけど、しません。でシャーシャーはまあここのねリアのこの部分は塗ってくっつけて、でこの状態でサフを拭いて、まあ順番にねまたその段階になったらお見せしようかなというふうに思いますけども、やっていきます。でボディの方なんですけども、今回タミヤの光効果パテ、これ紫外線で固まるやつですね、これを使ってこのステップのところ、実写だとこういうところもねこうだからこうなんだボディとステップのこう際っていう風じゃなくて、普通はこうかぶさるような感じになりますので、ね、こういう風にかぶさるような感じになるので、まあ、パテを持っておきました。まあフロントに関しては本当はねもうちょっとこうカコンっていう風にこうなんかした方がいいかなっていう風に思うんですけども、フロントもまあこの程度で収めております。でルーフスポイラーって言っていいのかなと、ボンネットスポイラーは接着しました。リアのルーフスポイラーは別で塗装してくっつけていきます。というわけで、塗装の方をやっていきたいと思います。今回の極み足ですが、サンサンシーマに設定があるかどうかは分かりませんけれども、某 T 社のような色になってしまいました。先にですね、シルバーを塗っておいてから、ここをマスキングして下半分を、デートナグリーンに塗って、上半分をセミグロスブラックを振ってます。でそうするとね、このアジャスターシートとロックシートの部分、ここの部分はねちょっと細かいですが、これを筆塗りでするのも難しかろうということで、今回はですね油性ペンを使います。よいしょ。雰囲気ですよ、もう全然見えなくなっちゃいますけどね、この辺ね雰囲気で。結構油性ペンは自分は使いますね。細かいところの塗り分けだとどうしてもね、筆だけだとうまいこといかない時とかもあったりします。ガンダムマーカーを使うこともありますけど、今回はね油性ペンで、ちょっとはみ出しちゃったかな、よいしょ。まあ車庫帳のね構造とかに関してはググってもらえればどんだけでも出てくるかなって思うので、その辺を見ていただいて、よいしょよいしょ、もうちょっと気の利いた色にしようかなとも思ったんですが、このデートナグリーンが程よい感じで中途半端に余ってたので、およいしょ、よいしょ。スプリング部分がねもっとまた違う色だと、このロックシートの雰囲気もまた変わるかな。ロックシート、アジャストシートの雰囲気もこの黒で塗ると塗り分けがパッとなっていいかなと思いますけども、まあ今回はねこれでいきます。あ、ここマスキング盛大にはみ出してんな、盛大にはみ出してるので、ここはちょっと筆で一回塗っておこう。筆ここはねどっちだったっけ、この辺ですね、盛大にはみ出しちゃってるので映ってないかな、ピントが合ってないな多分。あ、ピント全然合わない、あ、ようやく来た、こういうね完全にもう銀色の部分は塗りつぶれちゃってるので、せっかくエアブラシで塗ってたのにな。
というわけでこれでね、また乾いたらこのシートの部分を塗っていきたいと、塗って、まあ、塗装の方はね終わりっていう感じになるかなって思います。はいはい、部品の塗り分けがほぼほぼ終わりました。内装はねこんな感じで、でまあ説明書の方もシートは黒セミグロスブラックっていうのはありますけども、まあ黒革シートのシートカバーをつけたとか、まあ貼り替えた体でセミグロスブラックにしています。で、下回りなんですけども、今回はですね、ボディカラーを、ブルーイッシュブラックっていうね、ガイアノーツの限定色ですね、限定色ですねにしました。でまあ実車には新車の時にはない色だろうということで、オールペンしましたよ雰囲気で、オールペンした時にねこう塗料が入り込んだような雰囲気にしています。フロント側はね、まあインナーフェンダーとかフェンダーライナーとかその辺のイメージで、まあ、艶消し黒のままです。で今回なんですけども、まあせっかくなんでこのインパネですね、メーターパネルとこの、ナビというかマルチというかここの部分なんですけど、ここにですね模型用セメダインハイグレード、これを流し込もうと思います。流し込むというか盛るというかね、な感じですね。よいしょ、クリアレジンでこう透明のねあれを作るっていうのと同じような感じだと思ってもらえればいいです。よいしょ、ちょっとはみ出しちゃったかな。ちょっとはみ出してますな。はみ出してるけど、これはまた乾いたらねちょっと切って剥がしてみたいな感じですかね。まあこれで乾かしてしまいたいと思います。でまあまたね組み立てをしていって途中でね、お見せするような感じにしたいと思います。最終的組み立て一歩手前まで来ました。よいしょ、まあこんな感じでね、このねマルチのところとあとメーターのところね、まあ全然見えなくて、反射してるのも見えないかなっていう感じになっています。結構キャンバーつきますね、こういう感じでね。まあそういう構造になってはいるんですけど、で、マフラーはですね今回も先に接着してしまいました。ここにね位置合わせてっていうのもありますし、ちょっとねこここのマフラーのねこの取り付けの部分ですね、ここがちょっときつかったんですね、パキッてちょっとウッっていう感じでやってあります。まあこれでねあとは組み立てして完成っていう感じで、まあくっつけて完成っていう感じになりますけど、まあ大体ね自分でいつもねここの研ぎ出しの時に、ウィンドウォッシャー名前が出てこなかったウィンドウォッシャーのね、ところがまあ研ぎ出しの時にこういうのねうまいことされる方はすると思うんですけど、こういう時はねこれブルーイッシュブラックですね、よいしょ、これを筆でね面相筆でこんな感じですかね。でよいしょ、最近なんですけど、ほんと最近ですけど、ナンバープレートのデカールを最近は、社名プレートにするっていうのが、ちょこちょこ、あれなんですけど、やってはいるんですけど、今回なんですが、よいしょ。つや消しクリアを吹いてます。この話したかな？多分してないと思うんですけど。実車のその展示車両のプレート、今最近の車はちょっと何とも言えないですけど、自分がねよくまあディーラーに働いてた頃だとか、その頃はね
社名プレートって大体艶消しだったんですよね。でプラス艶ありのクリアを拭くとボコボコになっちゃうことが多くて、試しにじゃあちょっと艶消し拭いてみるかと思って拭いてみたらボコボコにならずにできるようになったので、ナンバープレートまあ数字入れるやつはね艶ありでもいいかなというふうに思うんですけど、まあ、ナンバーのデカールとかだと、ね、研ぎ出ししようとしてもどうしても面積が小さくて、角が出ちゃったりとかしやすいですけども、これならね艶消しで拭くだけなら研ぎ出しも必要ないですし、このリアのナンバーの方はですね、このガーニッシュの部分ね全部マスキングして覆ってしまってから艶消しクリアを拭くっていう感じにしました。ナンバーが別体のキットだったらねそんなこと気にしなくてもいいかなっていうふうに思うんですけども、今回はもうナンバープレートね、リアのナンバープレートが一体成形のキットなので、ここに関してはもう先にねマスキングだけしてデカールを貼って、で艶消しクリアを拭くっていう感じにしてみました。じゃあまあね、ルーフスポイラーまだつけれないや最終組み立てまで持っていきたいと思います。はい、アンクエルソンのサンサンシーマー完成です。今回スペーサーとかはかませていません。ですが、このピンがですね、この2番のピンですね、これが少し長くて、むしろはみ出す感じだったので、ポリキャップを先にピンのところにね、差し込んでから、飛び出た分をニッパーでプツッと切って、っていう風にしてます。それでこんな感じの、つら具合ですね。ちょっとこっちガタが、遊びがあるからちょっと左右で、若干フロントはねちょっと出面がずれたりとかしてますけども、いやー極みシリーズは過去に16アリストと15マジェと G50 プレジのインシュランスは組んだかな。 G50 プレジはもうこれぐらいだったかな。で、15マジェはですね、ちょっとスペーサーかませたりとかしないとダメでした。16アリストもね。でも、33シーマーはね、こんな感じで。いいんじゃないでしょうか。フェンダーのね、中の加工とかも一切してません。で、この面具合でできるっていうのはね、いやー、いいっすね。思わずにやけちゃった。やるなー、おしまーって感じですね。まあ、これ以上下げたりとかね、そういうことを、まあ今の基準の極低とかっていう風にしようとするとね、加工とかが必要になったりとかしますけども、まあ素組みでこんな感じの面具合まで持ってこれるのでしたら、いいんじゃないかなーっていうことは思いますけどもね。まあ、サンサンシーマ。まあ、アンクエルションはちょっと厳しいかなと思いますけどもね。でも、サンサンシーマって他に、あ、そうか、もう契約切れてるとこばっかりか。この極み足はね、なかなかおすすめでございます。いい感じになりましたね。まあ、こんな感じに仕上がるんでしたら、とは思います。というわけでね、今回、キットレビュー&制作はね、青島のスーパービップカー極みのアンクエルション Y33 シーマでした。ご視聴いただきありがとうございました。